どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、明日ダンクハイのナイキバイユーが再販ということで、いろいろと作り方を見ていこうと思います。ということでダンクハイのナイキバイユーですが、まあまずはナイキバイユーを知らないという方、まああまりいらっしゃらないかなと思いますが、一言で言うとスニーカーのオーダーメイドというような感じで、好みの色とか素材を選んで自分だけの一足を作るというようなものになっております。で今回は以前ご紹介したローカットよりも制約条件が減ったということで作りやすくなったのですが、まあそこはさすがやっぱりナイキさん、 100% 満足のいくものを簡単に作られてしまうとインラインのものが売れなくなるので、今回も地味に厳しい制約がありますということもあって、まあもちろん大前提としては好きな感じで作っていただければいいと思うんですが、まあせっかく作るんだから失敗はしたくないという方とか、あとはどうやったらいい感じにまとまるかがよくわからんという方もいらっしゃるかなと思います。そこで今回は個人的なおすすめの作り方、逆にあまりおすすめできない作り方というのを、まあ私が実際に作ったサンプルも時折交えながらご紹介していこうかと思います。ではではまずおすすめしない作り方、今回はこちらの方が大切だと思うので、特に初心者の方向けに NG ポイントとして3つ挙げていきたいと思います。で今回は色に関してはかなり自由度とあと好みがあるので、この色の組み合わせがどうこうというよりは、届いた時にあれなんかちょっと違和感があるなとか想像と違ったなというのを回避するためのポイントになります。ではまず1点目、1点目はウーブン素材を使わないということです。まずウーブン素材って何となる方もいらっしゃると思うのですが、ウーブン自体は編み込みとか折ったものを指しております。で素材自体はナイロンであったりポリであったりするのですが、まあ、今回はおそらくポリエステルの素材になってるかと思います。まあ、つるっとした感じの見た目で、まあ、触ると少しザラッとしてるというような感じで、一言で言うと化学繊維ですね。でこれの何が使いにくいのかというと、まず見た目で言うとトーボックスのベンチレーションホールがおそらく綺麗な穴の感じではなく、まあ、片押しみたいなこうへこんだような感じになってるかなと思います。でこれは素材加工的に仕方ないことなんですが、これでかなり全体がぼやっとした印象になってしまって違和感を覚えるという方が多いんじゃないかなと思います。あと実際に履き込んでいった時のエイジングの感じっていうのもレザーとかスウェードと違う感じになってしまうので、特にホワイト系とかだと悪目立ちしてしまう可能性があります。でもう一点機能面で言うと、これはちょっと実際に見てみないとわからないのですが、ベンチレーションホールの違いで通気性とかも多少悪くなってるかもしれませんという感じで、画像で見ている限りでは違和感がそんなにないと思うんですが、実際に届くとかなりイメージと違ったものになりかねないかなと思います。で今回やらしいことにアンダーのホワイトがウーブンしか選べなくなってます。なのでシカゴ風みたいなのであったり、シャタバ風みたいなのであったり、そういうものを作りたいという方も結構多いんじゃないかなと思っています。で気持ちも重々理解できますし、私も実際検討はしたんですが、やっぱり素材による違和感がかなり大きいと思うので、個人的には避けた方が無難かなと思っております。続いて2点目、2点目はヒールに無理にレザーを入れないということになります。で基本アンダー部分はスウェードかウーブンになってるんですが、ヒール部分だけはレザーが選べるようになっております。で選べるとなるとどうしても入れたくなると思うんですが、これは無理に入れない方がいいと思います。まあ具体的に言うとツートーンのカラーで組んでいて同じ色を使ってるのにヒールだけをレザーにするというパターンを避けた方がいいかなというところです。でこれも画像で見てるとそこまで違和感ないと思うんですが、実際に届いた時にはカラーも微妙に違うように見えると思いますし、で質感が全然違うので結構違和感が出てしまいそうです。なのでヒールだけ無理やりレザーを入れるということはせずに、他の素材と合わせたような形にしておく方が無難かと思います。ちなみにヒール部分だけもともと違う色にしている方とか、あとはもともとがツートーンではなく多くの色を盛り込んでいるという方は当てはまらないので、特にツートーンで組んでいるような方は注意していただければと思います。では続いて最後の3点目、3点目は使う素材を2つまでにするということになります。仮にウーブンを使うとしても、スウェード、ウーブン、レザーの中から2つまでにしましょうというような感じです。でいろいろと組み合わせた異素材感のあるモデルっていうのも、まあ、例えば直近だとアンディのコラボのダンクとかエアフォースワンもあったりするんですが、
あれはプロのデザイナーが、しかも実物のサンプルを何度も確認しながら作っているから成立するというもので、特に初心者の方が画像だけ見て作っていくと本当に難しいかなと思います。でやっぱりこれも画像で見てる限りはそこまで違和感がなくても、実際に届いた時に想像と違うとなる可能性が高いので本当に注意をしてください。あと同じ色でも素材が変わると色が微妙に違うような感じになるので、そこも注意が必要です。でこちらも一応シルバーのあの数種のシンセティックレザーを入れる場合とか、あとまあワントーンのカラーにして素材違いにするとか、まあこういう場合は例外として、特にツートーンとかで色を何色か使う場合っていうのは素材は2つまでにした方がいいかなと思います。ということでここまでまあ NG というかあまりお勧めしないかなというようなポイントを3点挙げさせていただきました。一応おさらいしますと、ウーブン素材は極力避ける。で、ヒールに無理にレザーを差し込まない。で、使う素材は2つまでというような感じになります。で、この中では個人的にはウーブン素材を避けるということが届いた時に違和感をなくす一番大きなポイントかなと思っています。では、ここからは逆に楽に作れて、まああまり失敗しにくいというような作り方をご紹介していこうと思います。でその作り方ですが、まあ大きく2つあるかなと思っておりまして、まずは1つ目、1つ目はまあありきたりですが、オーバーレイを白で固定する、もしくはオーバーかアンダーを黒で固定するというような作り方です。でおそらく白を使いたい方もかなり多いと思うんですが、アンダーを白にするとウーブン素材になってしまうので、逆にオーバーレイの部分を白のレザーにして、まあちょっとした裏ダンク感とかそういうものを楽しんでみるのもいいかと思います。まああと逆にオーバーかアンダーを黒で固定するともっと楽に作れるかなと思います。ただまあ黒ベースの無難なツートーンとかにしてしまうと、まあせっかくバイユーで作ってるという感も薄くなってしまうと思うので、組み合わせる色をまああまり見かけないような色にしたりとか、差し色として数種を白黒逆に入れてみるとか、まあそういう感じで遊んでみてはいいんじゃないかなと思います。例えばこんな感じで、白ベースだとケーブストーンを組み合わせるとか、まあ組み合わせる色は大体何でもいいと思うのですが、赤とか黒とかにしてしまうと今後普通に発売されそうなので、せっかくだったら普段使わないような色で作ってみるというのがいいんじゃないかなと思います。で黒ベースでもこんな感じでバーシティレッド風とかも作れたりしますが、まあこちらもせっかくだったらこの紫っぽいのを使ってみたりとか、あまり無難すぎないぐらいの色と組み合わせるとナイキバイユーの良さも出てくるんじゃないかなと思います。ではおすすめの作り方の2つ目、それは過去のモデルを参考にする、まあいわゆるオマージュで作るというような感じですね。で前回ダンクローの時はトーボックスの色分けができないのであんまりおすすめしなかったんですが、今回はそこをいじれるということでかなり作りやすくなったと思います。じゃあ何を参考にするかというと、まずは過去の AJ1 とかダンクハイっていうのをモチーフにすると分かりやすくていいかと思います。次の候補だとまあダンクローとかエアフォースワンなどだとまあ参考にしやすいかなと思います。あと最近のものよりもまあ昔のものとかで復刻がなさそうなコラボものとか、まあそういう方が作りがいがあるかもしれません。いやそれだけじゃありきたりだよという方は、まあ例えばナイキの他のカテゴリーやスニーカー、まあ ACG っぽいカラーとかにしてみるとか、あともっと広げると国旗とかスポーツのチームカラーで作るとか、まあそういうのでもいいと思います。なんせ闇雲に色を組み合わせるというよりは別の何かからカラーのインスパイアを持ってくるということがおすすめです。でやっぱりすでに考えられたカラーバランスを利用するというのは個人のセンスにも左右されにくいですし、極端に変なカラーリングになるということはないかなと思います。では一応実例ですが、まあオマージュの分かりやすいもので言うと、まあこれ作られた方も多いかと思いますがティファニーであったり、あとは AJ1 のイチローっぽいものみたいなのも作ることができます。他にもアンディフィーテッドみたいなのが作れたり、まあこの他でも SB の昔のモデルからオマージュしたりというような感じでいろいろと作ることができます。でちなみにこういう過去モデルの画像に関しては国内で言うと、まあ、例えばスキットさんとかのサイトにはいろいろとモデルの画像もあったりしますし、海外だとストック X とか、まあ、そういうところでいろいろとモデルを検索すると出てくるので、それぞれサイトを見つつ作ってみてはいいんじゃないかなと思っております。ということでおすすめの作り方2点をご紹介しました。一応おさらいすると、オーバーかアンダーを白黒ベースで統一してしまう作り方、もう一点が過去作品からオマージュした作り方というのが楽に作れて失敗しにくい作り方かなと思います。まああくまで試験ですし、センスに自信がある方とかには当てはまらないと思いますが、まあどうしようかなと悩まれている方はご参考にしていただければ幸いです。
では最後に個人的なお話ですが、まあ、私はすでに初回の時に今日ご紹介した中で一足作ってあるのですが、あと明日と、まあ、もう1回ぐらいリストックあると思うので、その時にも作って、まあ、トータル2足か3足ぐらいかなと思っております。まあ、基本的には過去作のオマージュみたいなので作る予定です。という感じで、皆さんも明日狙われる方はこんな感じでいこうかなというのがありましたら、ぜひぜひコメントにも寄せくださいませ。はい、ということで本日はダンクハイのナイキバユーでおすすめの作り方をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。